4年前、東京の江東区で人気漫画家が惨殺されました。両親の SOS を受けまして、未解決のこの事件に挑みます。2000年9月、東京都江東区亀戸の高級マンションの一室で若い女性のフランシュタインが発見された。亡くなっていたのは吉田陽子さん、当時28歳。数年前からこの部屋で一人暮らしをしていたと、マンションの管理人がその部屋を訪れた。ここ数日何度訪れても応答がないことに不吉な胸騒ぎを覚えていた。酔ってるよね。その時周囲に漂う異臭が腹をついた。そっからじゃないかしら。それは部屋の換気扇から漏れている匂いだった。玄関に鍵がかかっていなかったことから、締め切られた薄暗い部屋の中を進むと、左手の寝室に戦慄の光景が。それは死後10日以上経過し腐敗の進んだ遺体だった。死後膨張した遺体にもはや体重40キロの華奢な陽子さんの面影はなく、本人と確認できないほどすっかり変わり果てていた。加え玄関は施錠されていないのに、室内の廊下にその鍵が落ちていたこと、下着を脱がされていたにもかかわらず暴行の形跡がないこと、部屋の中に総額300万円もの現金が手つかずで残されていたこと、この難事件の捜査に乗り出した警察。死因は首を絞められたことによる窒息死と判明。また9月16日午前6時17分、陽子さんが近所のコンビニに立ち寄ったことが確認された。これが現在判明している最後の足取りである。跡が残されていた。しかしそれ以降の有力な目撃情報はなく、犯行日時の特定すらできないままに4年の歳月が経過してしまった。28歳、人生を謳歌していたはずの陽子さんに一体何があったのか。実は陽子さんは漫画の同人誌でカリスマ的存在の漫画家だった。その頭文字を取った俗に八尾系と呼ばれるジャンルで多くのファンを持つ隠れた超人気漫画家だった。当時の漫画家仲間からその人気と人柄について聞くことができた。ファンの方とかっていうのは割と何人もいらっしゃる方だったんですか？多いと思いますよ。いるよね。男性向ければ男性のファンがつくし、女性向ければ女性向けのファンが。同人誌の有名な作家さん、私から見てね、だったんだけど、すごく会ってみたらめちゃめちゃいい子で、すごく気さくに話してくれて、年に数回同人誌漫画家たちとそのファンたちが集うイベント、コミックマーケット、通称コミケ。作者自身が売り子となる業界の年間売り上げは300億円とも言われる巨大市場。その中でも杉咲クールこと陽子さんは常に多くのファンに支持される人気漫画家だった。年収は1000万円近く、高級マンションで優雅な独身生活を送っていた。そんな彼女の漫画の作風は、主に考えた独自のストーリーに載せる手法で人気を博していたという。だが販売した漫画盛りには必ずと言っていいほど問い合わせ先が掲載されている。陽子さんの場合、それは他のどこならぬ亀戸の自宅マンションだった。住所書いてありますからね。そういうので朝聞きますけど、もういきなり指輪持ってくるとか、婚姻届持ってくるとか、多分悪気はないんだと思うんですよ、来る人っていうのは。だけどこう、こっち側からするとちょっと気持ち悪いじゃないですか。優雅に見えて日々危険と隣り合わせの毎日だったかもしれない。加えてファンは移り気、
人気と収入はいつまでも続くわけではなかった。あれば200あればいいぐらいか。家賃払わなきゃいけないし、印刷代も払わなくちゃいけないし、バイトしなきゃねって話いつもしてました、一緒に。事件直前の頃は漫画だけで生活することが困難になっていたという。そんな陽子さんの秘められたもう一つの顔が別の漫画、はい、風俗のお仕事の方をやってたって聞きました。本人から。本人から、お店の名前も聞いて、あと現地名も聞いて、はい、場所はどちらでしてたか分かりますか。渋谷です。渋谷の話では、はい、渋谷です。ご本人が当時そのことは雑誌でも大きく報道されていた。陽子さんは漫画家杉崎クールであるだけでなく、同時に夜の顔と名前も持っていた。しかしここで一つ大きな謎が浮かび上がる。事件当時、自宅から総額散歩する必要があったのか。陽子さんが勤務していた店があるという渋谷道玄坂。しかしその店は最近閉店してしまったという。周囲で聞き込みを行ったが、陽子さんのことを記憶している人は誰一人見つからなかった。さらに別の漫画家仲間からまた一つ謎を呼ぶ証言が。例えば犯人が特定しにくい条件の一つの中でもあるんですけど、はい、彼女はこう付き合う人の友達のカテゴリーを自分の中で分けたら、そことそこの行き来をほとんどこう混同しないんですね。属する集団がいくつもあって、それぞれの集団の方たちはお互いを知らないと。そうですね、うん、秘密に従うんですよ。秘密に従う、数多くのグループに属し、そのグループの数だけ別の顔を持っていたという陽子さん。果たしてその真実の顔とは。もしかしたらこうした幅広い交友関係の中から事件の動機が芽生えてしまったのではないか。マンションから歩いて20分ほどの場所にある陽子さんの実家。秘宝はある日突然家族のもとにもたらされた。刑事ですっていうの。いや、実は娘さん亡くなられたんですよって聞いたの。それを聞いた途端、その体から全身こう力が抜けちゃったって感じになって。まあ、結婚とかそういったものがあって、孫が抱けるとかいうような、その普通の生活がね、なくなっちゃったっていうことが一つ本当に大きく思いますね。4年の歳月を経ても消えるどころか募るばかりの娘への思い。娘の無念を何としても晴らしたい。実は当初両親は番組に顔を出して取材を受ける決意だった。だが犯人は身近なところに潜んでいるかもしれない。これ以上家族を危険にさらしたくない。陽子さんの弟さんの意見で断念した。陽子さんの無念を晴らし、家族に忍び寄る危険を断ち切るため、捜査のプロ、元滋賀県警鑑識課の坂本圭一氏が立ち上がった。ここにもう鍵を押してるんですよね。そうするとここで、まあ、一つ暴れるとかないことにはここに落とす必要性がないわけです。例えば外で鍵を開けてからもみくちゃになって落ちた、でもしくはですね、靴を置くところあそこに落ちてるんだったらですね、無理やり押し込まれた時に落ちた可能性がありますよね。しかしこれはその廊下に落ちてるんですよ、ということはこれは何らかの形で一緒に入ったといえば 見るべきでしょう。鍵の状況から犯人は陽子さんと何らかの接点がある人物と分析。さらに暴れたような形跡はあまり見えませんよね。そうするとやはりもうこの上でも馬乗りになって首絞められたといったら相当やっぱ力の強い人ってことになると、やっぱり男性説の方がちょっと上行ってるかなというふうにやっぱ思うわけです。
目的は？目的はやっぱ私はもう性目的だと思います、うん、式場関係ですね。で突然やっぱりそのそこで何らかのトラブルがあったと。そこでやっぱりもう突然的に殺してしまったと。犯人は男性、暴行目的の犯行。事件は計画的ではなく突発的に起きたものだという。そして最後に坂本氏はこう付け加えた。本人さんはそうでもなかったかもしれないけども、その犯人からすれば非常にやっぱ好意を持ってたということは十分考えられるわけです。ですからあの、まあ、広い意味でのやっぱりその知人という形で調べていくべきでしょうね、うん、いくつもの顔と幅広い交友関係を持っていた美人漫画家吉田洋子さん。彼女に一体何があったのか。そして事件から4年、今も潜伏を続ける犯人とは。江東区人気漫画家殺人事件、被害者の知られざる素顔が見えてまいりました、はい、坂本先生、事件発生から4年なんですけれども、はい、こう解決に至らない難しい点というのはどういうところですか？はい、あの3つあると思うんです。あの1つはですね、あの動機がまだはっきりしてないんです、はい、ですからその絞り込みはできないと、はい、お金が残ってますもんね。そうです、物取りじゃないということですね、はい、ですからそのこの時にその金が目的なのか怨恨なのか、はい、もしくはその性目的なのか、はい、というところがまだ絞り込めてないわけですね。ただあまりこう暴行された後というのもないということなんですね。いや、それはまだ今の状況では言えないと思います、はい、今どうでわからないですか、はい、現在では。それともう一点はその交友関係がですね、はい、表と裏のですね幅が広すぎるんです。ですからそれが絞り込みは非常に難しいと。いろんな付き合いがありすぎる、はい、そしてまた横のつながりがあまりないようですね。そうなんです。広いし、なおかつこれ雑誌に住所載っけてたから、うん、こういう関係じゃなくて全く関係ない人まであの犯人になる可能性があるから。特にあの漫画とかその小説もそうだと思うんですけども、何かこう、自分以外のことを自分のことを書いてるなんて言われたことがあるっていう話ありますよね。自分の頭の中身を盗むなとか、ええ、自分のことを書くなとかっていうことはよくあるトラブル。被害妄想的なことですね。3つ目は何でしょうか？はい、3つ目はですね、非常にあの疑問点が残るですね、鑑識資料が残ってるってことなんです。はい、例えばですね、一つはですね、あのあそこの廊下のとこ、あの中の廊下に落ちてたというその鍵ですね、はい、これ目的なんです。であのさらっとこう流してしまうと何気ないと思うんですけども、あの女性が下半身がですね、あの何もつけてない状態で、はい、ドアを開けることは考えられないんですよね、そうですね、はい、そういう観点からいくと そこに落ちた鍵とは意味がわからないと、はい、鍵が室内に落ちている、はい、謎がたくさんあるわけなんですね。そうですね。現在も遺族を苦しめる犯人の恐怖、テレビの力では透視捜査で挑みます。数々の犯罪解決実績を誇るイギリス最強の超能力デカクリス・ロビンソン、残虐な殺人事件の全貌緊急透視。謎を解明、被害者の無念を晴らすべく立ち上がったのは大英帝国最強の超能力者サイキックドリーマー、夢で透視する男クリス・ロビンソンである。1991年、イギリス南部の美しい町セントアルバンスで起きた爆破テロ未遂事件。その発生を事前に予知、文字通り未遂に終わらせたのがクリスその人であった。事件の3日前、クリスは奇妙な夢を見た。それは町の銀行がテロリストに爆破されるという夢だった。目を覚ましたクリスはすぐにその内容をメモに書き留めた。翌日クリスは警察に夢の内容その一部始終を説明した。すでにいくつかの事件を投資で解明していた彼の言葉を信じた警察は直ちに厳重な警戒態勢を敷いた。すると3日後、信じられないことが起きた。なんとクリスの投資通りテロリストたちが現れたのだ。しかし警察に阻まれ計画は失敗。彼らは路上で自爆した。クリスが夢で予知したテロはまさに現実のものとなったのである。だが本当に衝撃的だったのはこの後判明した事実だった。自爆したため身元が判明しない犯人、しかしクリスはその名前を夢で見たのである。その後出された犯行声明に記されていた犯人の名前、警察さえ知り得なかったその名前は、ク
クリスの投資とピタリ一致したのである。驚異の予知能力と投資能力を併せ持つ男、クリス・ロビンソン。イギリス政府も彼の能力を高く評価。現在クリスはイギリスの情報機関 MI5 で投資による情報活動についている。かの007ジェームズ・ボンドシリーズのモデルとなった MI5、 そこでの彼のコードネーム、それこそサイキック・ドリーマー、夢で投資する男なのだ。事件を犯した犯人に告げる。私はこれまで15年にわたって超能力でテロリストや犯罪者を探し出してきた。誓って言うが、君は必ず逮捕される。今すぐ自首した方がいい。そんな彼からイギリスのスタッフを通じてあるメッセージが届けられた。このクリス・ロビンソンさんなんですけれども、はい、本格的な投資を行う前に、はい、何か準備していただきたいことがあるそうなんですよ。準備していただきたいこと。はい。それは今回の事件の詳細など情報を一切彼に教えず、事件の資料を封筒に入れ日本に保管しておくというものだった。そして封筒の表にはクリスの名前を書いておくのだという。だがこれは一体何のための準備なのか。それでクリスはその封筒の中に関連した事件のことを念頭に寝るそうなんですよ、はい、寝ている間に投資が成功したら彼はその事件に関しての夢を見るそうです。はい。それで事件に関する夢の内容と実際の事件の内容が一致していれば、そこからもっと詳しい投資ができるはずだというんですね。しかし裏を返せば、それは何も夢に見なければ今回の事件の投資はできないということを意味していた。夢で事件の内容を投資するというクリス。だが遥か1万キロ離れた場所からたった1枚の封筒を探り当て、その中身を投資することなどできるのか。翌日早速スタッフのもとにクリスの投資結果がメールで届けられた。そこに記されていた内容に我々は戦慄を覚えずにはいられなかった。封筒の中身は2枚の写真。確かにスタッフは封筒に被害者の写真2枚を入れた。その女性は殺された。彼女は死んでから数日後発見された。事前の情報を一切与えていないにもかかわらず、クリスの遠隔投資は恐ろしいほどに的中していた。驚異の投資能力者、サイキックドリーマー、クリス・ロビンソン。彼はすぐに本格的な投資に入りたいという。我々は直ちにイギリスへと飛んだ。イギリスヒースロー空港から北西におよそ60キロ。クリスはダンスタブルという小さな町に住んでいた。閑静な住宅街に立つ彼の家を訪ねると、Nice to meet you too. よろしくお願いします。 Nice to meet you too. 日本から僕を訪ねてきてくれたんだね。 Come in, please. クリスははるばる日本から来た我々を歓迎してくれた。私は17年前心臓発作で倒れてから霊的な力を持つようになりました。以来その力をいろいろな犯罪の解決に使っているのです。ですから今回の事件も投資で必ず解決できると思っています。そう語るクリスの言葉は自信と確信に満ちていた。我々は彼の依頼で用意したあの封筒を手渡した。日本にあったこの封筒の中身をイギリスから見事投資したクリス。その封筒をクリス自ら開封する。夢で見た通り2枚だ。そして彼は夢で見た投資内容を記したメモを見せてくれた。日本のテレビのために
封筒に入っているものが何か、眠りの中で透視したんです。夢の中では二人の頭が見えました。女性です。それで私はメモを取りました。二つの頭、二人の女性と。顔のイメージは夢の中で見たイメージとどうですか？夢で見た通りです。全く同じです。とても綺麗な女性で、髪は明るい色、黒ではなくブラウンだ。夢の中では白い帽子が分からなくて、なんで頭が白いのかなって。帽子だったんですね。我々は投資の精度を高めるために、陽子さんが暮らしていたマンションの写真と、お父さんが大切に保存していた陽子さんの遺髪をクリスに手渡した。なくさないようにします。そして写真を見ていたクリスが突然こう切り出した。昨日彼女は線路を見せてくれたんです。ここです。ここに家があると言ったんです。駅、大きな線路が走っていて、彼女はここを通っていくんです。ここに私の家があると。とてもたくさん走る鉄道です。クリスのイラストには線路とマンションへの経路が描かれていた。そしてなんとマンションの場所まで。実際の場所と照らし合わせてみると、まさに現場を見てきたかのように正確な位置関係を透視していた。さらに、ここには古い使われていない線路もあるんじゃないですか。クリスは現場を歩いたスタッフさえ知らない古い線路があると指摘。実際地図を見てみると、なんと貨物線の古い線路が確認できるではないか。そして驚くべきことに、クリスは早くも犯人像について語り始めた。イギリスの諜報機関 MI5 で活躍するサイキックドリーマー、夢で投資する男クリス・ロビンソン。今彼は驚異の予知能力と投資能力を駆使し、美人漫画家吉田陽子さん殺害事件、その謎と犯人、事件全容を解明すべく立ち上がった。夢で投資する男クリスは早くも犯人像について語り始めた。昨夜の最後に見た夢は殺人者のイメージです。タイガーのような、虎という名前なのか格好なのかまだ分かりませんが。それは唐突な言葉だった。果たしてこの虎というキーワードが犯人にどう結びつくのか。笑顔で凄惨な事件の投資結果を語るクリス。だがそれは陽子さんの霊と交信しているからだという。彼にとっては死者といえども心を通わす友人と全く変わらぬ存在だというのである。さらなる犯人の手がかりを求め、いよいよ夢による投資に入るクリス。I will see you tomorrow. 明日また会おう。そう言ってクリスは部屋を後にした。投資の舞台となるのは2階の寝室。投資を行うとき彼はいつも10時間眠ることにしているという。だが夢を見るとすぐ目覚めてメモを取る繰り返し、熟睡はできないのだという。誰もが望まない悪夢を、謎解明と被害者の無念を晴らすためにあえて見ようとするクリス。果たしてクリスは吉田陽子さん殺害事件の夢を見るだろうか。今この時クリスの夢の中でついにおぞましい事件の全容が解明されようとしていた。一夜明け、再び我々はクリスの元を訪ねた。果たして昨夜夢による投資は成功しただろうか。たくさん見ました。まず
夢の最初に陽子さんが現れ、バイク店に連れて行ってくれたんです。陽子さんはこれが自分の死に関係あることだと言いました。この時彼女が叫んだんです。何か一言言ったんですが、何を言ったのか全然わからなくて、でも何とか書いてみたんです。それはという。そして夢による投資で事件の全容が明らかになった。陽子さんが説明してくれたのは、家に帰る時通る公園、午後10時15分深刻な事態を迎えました。この男は陽子さんの後をつけ、おそらく鍵のかかっていないドアから侵入したと陽子さんは言っています。犯人が後ろから入ってきて廊下で争っています。犯人は陽子さんの左肩をつかみ、体をひねっています。陽子さんは必死に。では犯行の目的は何だったのか。陽子さんに暴行されたかと聞きましたが、何も答えなかったので暴行されてはいないと思います。犯人は陽子さんを殺害してしまったことに動揺して何も盗まずそのまま逃走したのか。その犯人とは一体何。とても日本人離れした顔なんです。メモにも日本人離れした顔と書いてあります。黒い髪で少しひげを生やしていたようです。年は25から35歳くらい。クリスが投資した犯人像をまとめてみると、彫りが深く浅黒い顔、当時はひげを生やしていた、髪は黒、中肉中背で眼鏡はしていない、亀戸周辺の公園に土地勘がある、そしてキーワードは虎だという。だが犯人の似顔絵を描くにはさらなる投資が必要だという。かなり犯人に迫ってますから、あと数日で描けるでしょう。では陽子さんを殺害した犯人はどこへ逃走したのか。クリスは完全投資に挑んだ。犯人は陽子さんを殺害した後、駅に行って電車に乗りました。夢で見た車体の色はブルーです。そうですね、この写真のブルーよりもう少し明るいブルーの車体です。おそらく 3,40 分乗って、犯人は終点で降りました。その終点の駅が犯人の住んでいる町です。ブルーの電車に 3,40 分乗って終点で降りたという犯人だが、その時犯人は重大なミスを犯したという。ブルーの電車に 3,40 分乗って終点で降りたという犯人だが、その時犯人は重大なミスを犯したという。逃げる時犯人は足を折ったんです。それで病院で手当てを受けています。左足をね。病院は終点の駅にある病院です。ではその町は一体どこにあるのか。我々は陽子さんのマンションの最寄り駅である亀戸駅周辺で徹底調査を開始した。すると亀戸駅のすぐ隣、錦糸町駅でクリスの投資と一致する電車を発見。青い色の総武線快速電車である。事件発生当時の4年前、全体がブルーを基調とした旧車両も多く走っていたという。そして錦糸町から下り電車に乗り、投資に従いおよそ30分走ると、クリスの言葉通り終点に到着。そこは千葉駅だった。犯人はこの町に潜んでいるのか。しかしもう一つ可能性のある町が、亀戸駅を通るもう一本の路線、東武線である。
この電車もまたブルーをシンボルカラーとしている。そしてこちらも30分の距離に終点が大師前駅である。クリスの投資に符合するこの駅周辺にも犯人潜伏の可能性が。さらに逃走時に左足を骨折、しばらく病院に通ったという犯人、これもまた重要な手がかりだ。もはやポイントは絞られた。テレビの力が徹底的に犯人を追い詰める。はい、実はつい先ほどのことなんですが、クリスからファックスが届きまして、はい、クリスが投資した犯人の似顔絵を描いて送ってくれました、はい、こちらでございます。ご覧ください。これはクリスはですね、犯人の名前まで言っています。頭文字は P だというんです。私 P という日本人はいないだろうと思ったら、彼はですね、はい、それは南アジア系の外国人であるということで、年齢25歳以上35歳未満、額が出てカーリーヘアが特徴、そして頬骨が出ていてピノキオのような鼻をしている、どちらかといえば唇は厚いということであります。で、これまで似顔絵をですね、描くのをためらっていたそうなんです、そうしますとイメージが固定化されて、投資がどうも柔軟にできないということで、本当に確信ができたところで、お送りしようということで、今回確信が持てたので送ったということであります。となりますと日本人ではないと、はい、そうですね、いうことですね、はいはい、P という文字ですね、はいはい、しかしすごくこう近はっきりと投資ができてますね。具体的な、はい、左の足のつま先を怪我している。探せば出先行きましたよね。足を骨折してる。でしたね。骨折が。骨折。はい。つま先という話もありましたが、ちょっと左足ということははっきりしてましたね。はい、そうですね。ですから、必ず病院には行ってるということですね。手術を受けてるということですね。芝か、あるいはその大島、はい、ですね。そうなんです、はい。そこで病院に行っているということになれば、確実に誰が来たということは分かるわけです、ね。これから捜査して、大体4年前ぐらいだったら、もしかしたらそういうもの残ってると思いますからね。もしかしたらすぐ分かるかもしれないね。外国人の方の可能性が強いわけですよね、投資によるとね。投資は外国人ということですね。公園に行ったということで見かけた人もいるかもしれないですよね。なるとね、これなんかそうだ、わざわざ千葉なのか、これ大島か分かりませんけども、あの公園まで来てるということはストーカー行為ですかね。あるいはまたあの界隈に何か仕事場があるとか、何かがあるということなんですね、うん、どうかもしれない。まあそうでしょうね、多分。ただカルテの保存期間は5年ですから、まだ4年だからその範囲内なんで、まあそこら辺で引っかかってくれるといいなという気がしますが、これが事実だとすれば、クリスは虎ということも言ってましたね。虎っていうのは何だろう。高橋さん、はい、吉田陽子さんに関する有力情報が入ってきました。同じサークルで活動していたという男性からの情報です、はい、この男性同じサークルに吉田さんとおそらく付き合ってただろうという男性を知ってるということなんです、はい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 、この後詳しくお伝えします。はい、ここまではアリコジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。情報をいただいた男性は吉田陽子さんと同じサークルにいたそうです。その同じサークルに吉田さんのマンションに通うほど仲が良かった男性がいたということなんです、うん、このサークルというのが歌舞伎町や渋谷でパーティーを開くイベントサークルだったというんです。今スタッフがさらに詳しい事情を聞いています、うん、はい、イベントのサークル、まあ、そうですね、まあ、あとはコスプレとかやられてますから、なんかそういった会話ずいぶんあったと思うんですけども、そうですね、でも投資によるとそういった彼女とのお付き合い以外の人のようですけれどもね、うん、まあ、犯人だという投資ですね。そうですね、はい、ただ何らかのことをその恋人もであったりとかお付き合いのある方だったら、他の公園を一緒に歩いてると思うんですよ。となるとあの時見たことが一度あるとか、なんかそういう少しの情報でもね、構わないんですよ、ね、不安な相談に乗っていたとか、ね、うん、つなぎ合わせていくと形になるってことありますよね。そうですね、うん、友達の影っていうのは非常に少なかったようですから、やっぱり少しでもその人とね、はい、彼女は投資によると何回か見たことある。そうなんですよ、東南アジア系の人だっていうことは、その周りでもやっぱり何人か、ね、見てるはずですから、その公園でですね、公園でね、だからそういった方の情報が、ね、そういう人を公園で見かけたという人からも情報をいただきたいですね、うん、ただおかしいなというふうにやっぱりその数回ね、
いれば、なんでこの時間に、10時過ぎてるわけですから、そうですね、なぜこの時間によくいるんだろうって相当気になりますよね。公園でその男の人が彼女をその見張ってたっていうのは意味があってなのか意味がなくて、ただバタな目をつけただけなのか知りたいですよね。あの亀戸の駅からあのマンションまでの間に公園があるんですか。そうですね。でもあれだけの美人の方だったらやっぱりね、見ず知らずの人でもちょっと気になったりとか追っかけてみたくなるような気にはさせるほど美しい方ですからね。そうですね。南アジアの人のようだということですね。そして投資ではタイガー。タイガー。そしてピーという名前、まあ、雪吊りの犯行に近いから捜査は難航するでしょうね。ただこのやり方からもしあの投資が正しいとすると、あれは手慣れた手口だから、似たようなことが周辺で起きてないかっていうことですよね。手慣れてるんですか。被害者の女性が他にいるんじゃないか、はい、いや手口自体がね、あのようなことをするということは、入る瞬間とか、そうですね、ドアを開けた瞬間に入ってくるというのは、だから似たようなあの手口の同一の事件が周りでないだろうか、まあ、当然それは警察が把握してるでしょうけど、ね、目的は物取り、いや物取りじゃないでしょう、じゃないですか、やっぱり。だから暴行目的で入ってみて、なんか騒がれたから首絞めたら死んじゃったってびっくりして何もしないで帰って出たって可能性もありますよね。しっかり、まあ、お金がね、お金はなかったっていう話ですよね。そうなんですよ、で、あの家族の方がですね、確認されたみたいですけど、はいはい、あの下着自体がそのあったかなかったかよくわからないと、しかしその現場には落ちていなかったということなんです。となると下着だけを持って帰っているかもしれないということですね。そう、可能性もあるお金を残しているのにもかかわらず、でお金も、まあ、あの先ほど VTR にますので置いてあったような感じがしますけど、ちょっとしまってあったということ、ああいうふうに表には出していない、部屋にはありましたけれども、ですね。となるとやっぱり相当、まあ、そういう状況ですから慌てて飛び出した割には下着は持っていってるという、もしかして変質者のね、まあ、下地だけを集めてるような人もいるからね。変質も変質者であっても、そういった似たような事件、うん、あるいはつけ回されたとか、うん、そういったことが、うん、あの界隈では必ずあると思うんですよ、これに似た類似 のことがね、そしてまだ投資通りだとしたら日本にいるということなんでしょうね。そうですね、何としてでも捕まえたいですよね。となるとその場所もか、ま、あの変わらず住んでる高橋さん、はい、先ほどの工藤兄さん、最初にかかってきた電話を